はい、どうも、こんにちは。中村アンさんってね、今、日本沈没とか出てますけどね。中村アンさんってね、もうほんと女優としてすごくなりましたよね。めちゃくちゃすごい開花したなと思って。今のこの中村アンさん、僕は想像してなかったですよ。その中村アンさんが、ちょっとタブーな恋愛をしてるっていう話ですね。現在放送中の日曜劇場、日本沈没に続いて、来年もまたここの日曜劇場で出るんで、DCU にも、今日出演することが明らかだった中村、女優業が波に乗る彼女について、禁断の交際話が業界内で拡散されている。関係を疑われているのは、なんと所属事務所のトップ。もし2人が真実なら2人の関係は芸能界的にはタブーの中のタブーに当たると。中村が所属するのは七尾やトリンドル・レイナなど人気女優を多数、擁する大手芸能事務所プラチナムプロダクション現社長の S 氏はもともと中村のマネージャーを務めており、昨年創業者である T 氏が退任したことでトップの座に収まったってことなんですけど、 S さんっていうのはですね、鈴木さんですね、鈴木社長ですね、鈴木千蔵さんっていう方はですね、現在の社長、多分若い方だと思いますね。あまり表には出てきませんけど、そういう方ですね。しかしその直後から複数の幹部社員が同社から離れていき、社長交代に際しても何らかのトラブルがあったようだとささやかれている。不信感を募らせた社長が中村との関係をあれこれ噂しているのでは、不信感を募らせた社員がね、噂しているってことね。なお、中村と S 社長の交際疑惑はすでに複数の芸能関係者や出版幹部ら同事務所に深く関わる人物にも拡散されている。 S 社長、鈴木社長、業界の重鎮から事情聴取を受けたそうです。当然中村との関係は否定したそう。業界の重鎮、須坊さんですかね。まあこれもあれですよね、いわゆるバーニンググループというか ABEX の中に入ってるんですよね、プラチナムっていうのね。結局根も葉もない噂だということで片付けられたものの、出版界のドンと言われる業界関係者が周囲に情報を不一致しているため、一部マスコミまで話が伝わっている。プラチナムは一昨年、所属タレントだった木下ゆきなのタピオカ店を巡る、事務所総出でですね、同化そうですっかりブラックなイメージがついてしまった。これは木下が実定の勤務先だったタピオカ店店主に対し、出方次第でこっちも事務所総出でやりますねなどと、安すぎな言動を取ったことが原因。その後、木下は一部メディアで不倫疑惑まで報じられ、プラチナムは当社として今後、同人との信頼関係を維持することが著しく困難であると判断し、また、本人からの申しを受けたためと、彼女の契約を解除。業界関係者の中では、社長交代は当初この騒動による引責辞任とも言われていましたが、後者の鈴木社長の体制になってからは、スタッフの離脱も含め、社内問題が次々と浮上している。プラチナムの受難は今後も続きそうですと。中村との交際自体は疑わしいものだが、果たして鈴木社長は社内に漂う不穏な空気をどう感じているのだろうかっていうことなんですけど、プラチナムってね、有名なんですよね。闇っていうかね、上原美優さんってね、昔いた、あの人が自殺したプラチナムなんで、あれもね、これ村西徹さんって全裸監督ね、ブログでね、昔ね、上原美優さんの自殺の話を書いてたんですよね。3年前、美優様が貧乏タレントとしてブレイクした折、インタビューで答えている、タレントになっているのは貧しい両親に家をプレゼントしたいからと話されている。家を建てるどころか大好きな両親への使用感にならないままの状況だったと。なぜでしょう。悪徳プロダクションの搾取のせいでございますと。そういうひどい搾取にあって芸能界で働くことに嫌気をさし、辞めようとしても絶対に引退させないのでした。デビュー以前に交わしたプロダクションが都合の良い契約書を片手に約束の履行を迫り、今お前にここで引退されたら、これまでお前に投資した金が全て無駄になる。どうしても引退したければその金を弁償しろと脅すのでございます。また、お前が勝手に引退して実家に逃げ帰っても追いかけていって、お前どころかお前の家族もみんなめちゃくちゃにしてやると容赦しないのでございます。そうした厳しい追い込みをされてはまだ若い娘でございます。騙された私が悪いのだと両親や親戚に迷惑がかかるということを恐れ、泣く泣く安月給で働き続けるのでございました。命を落とされた上からミュウ様の男も、今や芸能界のみならず AV 業界の悪の権化と化したなんとか連合の幹部でございます。一部マスコミの報道では、ミュウ様が死の2時間前まで一緒にいて、ミュウ様が首吊り自殺を発見した某飲食店に勤める黒服の恋人と称されている男でございます。この男の正体は、某飲食店に勤める黒服の恋人などではなく、ミュウ様が所属するプロダクションのトップの男でございます。そしてバリバリなんとか連合の元幹部でもございます。かねてからミュウ様は働いても働いても食うだけが精一杯のギャラ、その安さに心底疲れて芸能界で活動することに絶望していました。プラチナも ABEX と深い関係にあることをスカウトや営業の売り物にしております。事実 ABEX の幹部は海老蔵様事件が起きた例の西麻布ビルでプラチナムの接待を受け、肉欲に溺れております。まあなんかそういうふうなね、なんかそういうふうに言われてるようなプロダクションなんですが、そこの社長さんとアンさんが、中村アンさんプラチナムだったんだなってちょっと思ったんですけど、まあ、最近はね、いい事務所になってきたとは思うんですけどね。ただ木下ゆきなさんのね、事務所総出であたりからね、あれ昔と体質変わってないのかな、ちょっと思ったり、ね、したりね、するんですけどね。まあそんな話でした。ではでは。